はい。まあ、前半は少しソフトに入ってしまった印象があって、まあ、ここ最近40分間なかなかその継続して、強度が高いバスケットをあまりできてないので、でも後半に関してはしっかりそのディフェンスからなかなかその僕らの確率上がらない中でもしっかりブレックスらしいディフェンスで、まあ、はい、リバウンドのとことかありますけど、まあ、アルバルクとやる前にしっかり修正できたところは大きかったと思うので、まあ、今日、はい、よかったと思います。以上です。体は動いたのかなっていう印象で、やっぱディフェンスのちょっとした感覚とかっていうところがちょっと試合感がなかったかなっていう印象で、まあでもまあこのアルバルクとやる前に復帰できたっていうところはすごく大きかったと思うんで、オフェンスに関してもまあしっかりドライブも、まあ、前半は少し躊躇してしまう場面もありましたけど、まあ、最初の辺に。まあ、しっかりアタックもできたし、まあ、良かったかなと思います。そうでも最後の辺はもうしっかりそのゲームに集中して入れたと思うし、まあ、接戦の中でも勝ちきれたというか、っていうところはまあ、プラスに捉えていいと思うんで、はい、良かったと思います。